どうも安倍達ですえー、YouTube でマルチ動画チャンネルアベダス TV を運営したりゲームチャンネルでゲームを上げたり社会人で仕事をしたり育児をしたりとしております。えー、というわけで、えー、今日はタイトルにもある通り、えー、スマホの、ま、選び方についてちょっとお話をしていきたいなと思います。でスマホの選び方ということでまあ選ぶのって大変だよね今いっぱいあって。 でそんな中でもね、あのーまあ、こう今日に限っては iPhone についてちょっとお話ししていきたいなと思います。というのも、ねあのーまあ、ご存知の通りだと思うんですけれども新しい iPhone があの発表されて、えー、もう16日に、えー、予約が始まるということで、まあ、それについての、ね、ちょっとざっくりとした概要を話しつつ、えー、今回 iPhone の選び方というか、まあ、選ぶポイントというところを、ね、ちょっとお話しできたらなと思います。 というのもですね、私ずっとですね、iPhone を使ってきてて、あの4、iPhone 4を、iPhone4 から、えー、使ってるんですね。で、今、iPhone10R じゃないや、iPhone10S、iPhone10S を、えー、まあ使ってて、で、まあ、これから、ちょっと新しい iPhone 買おうかなっていう感じなんですけども、あの、多分ね、僕が選ぶ基準と、 多その僕基準もそうなんだけどあのまあ多くの人が考えているところそこについてですね今日ちょっとお話できたらなと思っておりますので是非最後までお付き合いいただければと思いますでまずですねあの今回の,の iPhone についてざっくりとちょっとお話をしていきたいなと思います、えー、今回の iPhone4、えー、種類出てますね えー、大枠でいうと2種類なんですけど iPhone12Pro と iPhone12 となっててでその中でも iPhone12Pro の、えー、2種類 iPhone12Pro12ProMax そして 1212mini というような形で、えー、出ておりますで予約についてはその16日の段階だと、えー、12Pro、えー、そして12で、えー、Max と mini に関しては、えー、11月 6日の、えー、予約開始ということで、まあ、ちょっとずれていくという感じですね。まあ、これは多分、販売する、えー、お店とかのちょっと配慮とかがあるのかなと思いますし、混雑とかの緩和とかもちょっとまあ気にしている、まあ、これ例年通りではあると思うんですけれども、あのずれてますよというところでございます。なのでね、あのちょっと大きい MAX、そしてちっちゃいミニ、えー、ご希望の方はですね、ちょっともう1ヶ月待ってくださいという感じですね。 はい、で、えー、今回ね、その11と何が違うのっていうところになってくると思うんですけど、ま,あ、まずね、やっぱ、あのー、大きな違いがあるとしたらカメラ機能ですね、えーまあ、トリプルカメラ、トリプルカメラになってから、まあ、次、初めてね、後継機種が出てで、そのトリプルカメラの性能っていうのが、まあ、格段に上がったよっていうところですね。で まあそこまでねぶっちゃけその大確信みたいなのはないんだけどただ見た目もねだいぶ変わりまして以前のあの5とか 5s みたいな感じの角張った感じのフォルムになっておりますのでまあね僕個人的にはその角張った感じのスマホ大好きです <laughs> 大好きですなのであれはマジで即買いしたいと思ってますはい。 であとは色,色ですねあの青が今回入りましたねえー、っとパシフィックブルーっていうやつこれあの12プロの方なんですけどパシフィックブルーっていうのがね入ったりとか12だとまあなんかもうちょっと濃いめの、えー、マットな感じの青が、えー、追加されておりますで、えー、そのカメラ機能の方なんですけど、えー、特にねなんかその画素数が上がったというよりかは 暗所に強くなななっったっていうとととこころろが一番大きなところかなと思います、えーまあね以前の11と比べて、まあ、暗いところでの、えー、撮影の機能っていうのがね87%も向上したという情報データがあるんですけれども、まあ、とかくまあ結構そのコントラストとか色味とかの調整っていうのが AI が強くなったので、まあ、暗いところでも結構綺麗に撮れるよねっていう感じに なってます、はい、であとはあのー、なんか映画とかで使われている技術なんですけど、えー、とドルビービジョンっていう、えー、カメラ撮影ができるようになったということで,でこれもね何て言うんでしょう、まあ、暗いところ明るいところのこの差がはっきりするようになったりとかもうほんと映画で使われるような技術なのですごい綺麗な。 動画が撮影できるんじゃないかなっていうので期待されている部分ですね。でテレビとかでもなんかそういう機能がついてるテレビとかもあるみたいなのでまあなんとなくあこれ綺麗だなっていうテレビを見たことがあると思うんですけどまあもしかしたらそういうテレビを使っている人もいるかもしれないんですけどまあそのドルビビジョンというねカメラ撮影ができるようになったと。はい、であとはあの これねちょっと僕動画の方でも一応今上げてるんですよ、まあ、ちょっとまだ編集終わってないんでまだ上がってないんですよこれ今収録してる時は <laughs> まあ上げてるはずなんですけどあのそこでですねあの11プロのえっ、ー、とその機能でなんかライダーっていう機能がついてるんですねでこれはなんかその光センサーでえっ、ー、と距離を測ってくれるっていう機能なんですけど なんかその NASA とか宇宙とかのその技術が入ってるらしくて、でそれがね、なんか結構いろいろこう作用してくれてるっぽいんですよね。で、これに関してはね、1 2ブプロのみですね、ついてるのが。1 2ブプロのみでついてる機能になっているので、12の方にはない、えー、機能でございます。<laughs> で、それ以外で言うとね、本当に中身ってそんなに変わってなくて、 あもちろんね iOS14 っていうのがまあメインになってくるんでそこはぶっちゃけね他のね11とかまあもう一個前 10S とかでも使えるんでそこまで大きく変わんないよねっていうところが正直なところでございますそれ以外はねうんでそれを踏まえた上でですね えー、今回の,その新しい iPhone が出たじゃあ新しい iPhone 変えようかなでもどれにしようかなって悩んでいる人がいると思いますでそのね選び方についてなんですけど結論をまず言うと、えー、12エルブミニでいいと思いますはいこれね理由がいろいろあるんですけどあの一番分かりやすいというか、まあうん、まあ一番分かりやすいのは価格安いっすね うん一番安いのがそっちなんですよ。で、ぶっちゃけね、あの、その、プエル、12プロにする理由っていうのが、まあ、さっき言ったそのカメラをめちゃめちゃガンガン使うとか、しない限りは、ぶっちゃけ、12でいい、<laughs> 本当に。って思ってます。はい、で、あとは、なんかその、スチールの素材がいいとか。 で今回その、まあ、11と同じなんですけど、えっと、12はアルミ1 2ブプロは、えー、スチールっていう素材を使ってるので、えー、そこの質感だったりとか色味とか、ね、そういうのが好きでとかだったら1 2 p プロもありだと思うんですけど、まあ、色と、えー、大きさ、えー、カメラこの3つが、えー、1 2 p プロにしかないのであれば1 2 p プロがいいと思うんですけど。 それがなければ、それ以外の人は全員もう12か12ミニでいいと思います。はい。12はまあそこそこ画面大きいし、で、ちっちゃいのがいいんだったらミニでいいし。うん。って感じですかね。で、カメラもね、ぶっちゃけ、なんだろう。あの、普通にそのカメラアプリで撮ってるんだったらいいんですけど、なんか、 TikTok とかなんか Snow とかそういうアプリ使って写真撮ってたりとか動画撮ってる人からするとその五感サードパーティーのアプリ挟んでるから多分多少ちょっと画質が落ちるんだよねだからあんまりその良さを生かしきれてない気がするんですよいやそれ11とあんま変わんないんでそんなにね カメラにこだわらななくてもいいいかなと思いますそういうアプリを使ってる人はうんだからまあ全部12とか12ミニとかでいいと思います、はい、っていうところがまあちょっと選び方っていうところですねうんだって価格そんなに変わらんしまああと量量か量量で写真めっちゃ使うよっていう人は写真でめっちゃ使うよっていう人は512ギガのモデルが えー、プロしかないいいいんででプロと思いまら256は全シ,全シリーズあるんで250で足りるよって方はうんまあルブミニでいいんじゃないかなと思いました、はい、でこの考え方一番分かりやすいと思うんだよね結局のところその方がねなんかあ無,無駄な買い物したとか思わなくて済むしうんいいと思います <laughs> はいというわけでですね、えー、今日は、えー、そのスマホの選び方についてちょっと解説させていただきましたが、えー、お知らせでございます、えー、アベダス TV の方でですね実際にその実写で、えーま、実際のサイトを見ながら、ま、こういう機能がついててとかみたいな話もしております。 はい。で、ちょっとあの、突然撮った動画なので、ちょっと言い間違えてたりとか、まあ、編集で出た修正はしてると思うんですけど、えっ、ー、と、動画出してますので、ぜひよかったら、えー、そちらの動画も見てみてください。えー、合わせてですね、私、アベタス TV の方で,です、えー、オリジナルグッズというのがね、販売されております。で、そちらの URL もね、下に貼ってありますので、ぜひよかったら見に来てみてください。というわけで、えー、本日は、えー、 スマホの選び方というテーマでお話をさせていただきました。また配信を一旦します。バイバイ。